皆さんこんにちは、淡井圭介です。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2023年8月の15日終戦記念日です。さすがに今日は台風ということもあって室内の気温、かなり下がっています。今で 28.5 度。昨日の晩とかでしたら明け方かな、それぐらいだったら25度ぐらいまで、下がってました。まあ最近のインターネット記事で、結局大阪万博が引き金になって、もともと兵庫県と大阪の間で、阪神高速道路があった、それにプラス湾岸線という、高速道路、もうあれもものすごく高いところは高いんです。地上から100メートルぐらいあります。でさらにそれを延長させるのか、多分ね延長させるんじゃなくて新しくもう一本、橋かけようとしてる。走行時費5000億円、これ誰が言い始めたんです。いいですか、国道43号線はもともと混んでるんです。湾岸線はもともと空いてるんです。私が20歳ぐらいの頃ですね。阪神・淡路大震災があって、その数年後ぐらい、僕は22、23、それぐらいの頃、あの辺の湾岸線何回か乗ったことあります。ガラガラです。なのにもう一本増やそうとしてる、5000億円も。この巨大な横領事件、誰が発案したんです。絶対やめさせてくださいよ。もうそれも僕はお金持ったら訴訟しますからね。相手が国会議員だろうと、知事だろうと、市長だろうと。世の中本当に甘く見すぎ。現実を教えますから、僕は裁判所で。して良いことと悪いことの区別。それを世間にさらします。早急に国会の方で、国土交通省の方で、その工事やめさせてください。お風だけにも程がある。エネルギーの残存量問題の方が上。今から車乗ってる連中減らさなあかんの。もっと道路が少く。湾岸線自体はガラガラ。採算さえ合ってない。以上です。しっかり覚えてください。